だからそこ弱い人っていうのはやっぱ国立の二次試験だと弱いかもしれないんで、確かにそういうところもちゃんと対策できるっていう意味で、じゃあ地方国公立を目指すような子たちが、最後の仕上げにやってほしい的な位置づけですかね、そうだけど武田塾チャンネル、久しぶりの企画なんですけど、何ですか今日の企画は。今日の一冊っての参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね、はい、はい、まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、まあ、ちょっとせっかくなんでいろいろまたね新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど、おニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊ずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。高川先生、はい、今回紹介する参考書は何ですか。今回紹介する参考書は、国公立標準問題集キャンパス数学 1A2B 国公立標準問題集キャンパス数学3の2冊です。はい、来ました、キャンパスシリーズですね。はい、うん、まあ、すでに多分生物の動画がもう上がってるかと思うんですけども、ね、うん、キャンパスの数学はどうですか。もう同じですね、要は国公立向けでそんなに難しくない問題、だからた、竹田のルートでいうと日大レベルの発展と、マーチレベルの発展足したぐらいの難易度。はいはい、そうなんですね。だから、まあ、大体国立の難易度ってそんなもんじゃないですか。でも、はい、その大門のスタートから考えたら日大レベルの問題も全然入ってるし、でも関東しようと思うとやっぱマーチレベルの知識いるかなみたいなものが、はい、地方国立とか、まあ、9点いかないぐらいまでの国公立だったらそのぐらいのレベルの問題結構多いと思うんですよ、やっぱり。そうですね、で地方国公立を目指すような子たちが、最後の仕上げにやってほしい的な位置づけですかね、そうだけど、そういう人たちだけじゃなくて、はい、純粋にそのインプット系の教材だとこのレベルの問題演習が身につかないって人もやってほしいと思うんですよね、数字を覚えてしまっただけとか、式を流れでもう雰囲気で覚えてしまったみたいな子がちゃんとアウトプットできるかどうかを試す本にもなりうると。であと過去問でやるのが割とここは辛いところなんで、解説あんま詳しくないからね、どうしても赤本だと。この本だと解説詳しいんですか。詳しいですね。おお、うん、それはいいですね。そうで、やっぱり問題のチョイスもかなりちょうどいいぐらいなのが揃ってるんで、問題数もそこまで多くはないしね、むしろ結構少ない方なんじゃないかなと思うんだけど、その中で結構充実はしてるんで、まあぜひやってほしい教材かなっていうふうには思いますね。だから使うタイミングとしては、だいたいその日大レベル仕上がってとりあえず入ってみる、もしくはまあマーチ入門仕上げてから入ってみるぐらいかなっていうところですね。じゃあ具体的に言うと、基礎問題成功が終わった後にキャンパスとか、文系数学完全習得が終わった後にキャンパスみたいな位置づけだと。そうですね、まあ、国立終わったらセンター終わってからでもいいけどね、はいはいはい、基礎問やってからのセンターの対策やってからのこれみたいな。なるほど、いいですね、はい、まあ、国立に特化してるって面でも割とその証明問題だったりとか、ね、あ、はいはいはい、そういうところとかグラフで書かなきゃいけなかったりとか、そういう練習も含めて結構しっかりできるとは思うんで、確かに武田塾の参考書ルートって証明問題少ないかもしれないですね。なかなかね、どっちでもいけるようなものを選んでるんで、はい、だからそこ弱い人っていうのはやっぱ国立の二次試験だと弱いかもしれないんで、確かにそういうところもちゃんと対策できるっていう意味で非常にやっぱり優れてる参考書かなとは思いますね。いいですね、それは、はい、キャンパスすごい発見しました、はいはい、そんなもんですかね、はいはい、今回の動画は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。